どうもバロンザーマスです。今日もリペアスタジオフクロちゃんに取材に訪れたんですけど、あの作業が多すぎて前作閣下もトムさんも大変だということで、私のアルファロメオ神田アルファロメオ7号少しでも早くしていただくために閣下の愛車であるこのメルセデスですね、でこちらの方のプラグ交換、イグニッションコイル交換、そしてエアマスセンサーの交換の方を担当することになりました。なるべくね、閣下が集中して仕事できるようにこのぐらいのことやったら私もできるので、まあ、半分怒られながらお前やれよみたいなのちょっと言われたんですけど、まあやりますよということで機嫌を取っていきたいと思います。それでは始めます。はい、こっち走るから、まあ、いろいろ順番は言われそうなんだけどな、ここで止まっちゃうので、まあ、これも外して、これがエアマスセンサーですね。これね、これで要はエンジンのなんていうか空気圧の調整とかしてるんで、これが大体普通不要になること多いですね。はい、エアマスセンサー交換終わりました。これ新品で、さすがか、純正部品を選ばれてますね。これ古い方、このセンサーがダメになって調子狂うこと多いんですよ。エンジンの回転数とかね、吹き上がると、これもぽいんですよね。じゃあこうやられたんですか。やられてる、残しておきます。ありました。ちょっとそうじゃ、ちょっとエンジン上がってくれるの。いや、僕、一応介護業をやってましたね。毎日おむつ交換したり入浴させていただいて、基本的には現場に8時間近く出てると。で、残りの4時間をジムに使って、でさらに4時間ここに使ってるという生活を送らせていただいてるんですけど、介護やってるように見えないですよ。でも介護がね、一応専門でもう24、5年ずっと介護はやってます。1個目どこか置かれました。でこれが新調査で新品のやつですね。28ですね。うん。はい。わかります？これ。内装屋のっていいじゃないですか。ジャーマンさんこれ。僕できるんで。見てられるのこっちじゃないですか。仕事忙しいのこれ。もう分かるこれ。カッカカッカ言いながら実はね、いや、あ、それ YouTube で荒稼ぎすることだけしか多分考えてない。誰そう言って誰でこれやってんのか、ええやつやなって、そういうオチないんですか。
これです。ちょっとオイルがね、もう回ってきてる感じですね。これはまずちょっとマシ。はい、これでイグニッションコイルとプラグをつなぐことが成功しました。あとはこのコネクタを上から挿して、これですね、カチ、こちらもカチ、最後これもで、ネジを止めておしまいとなります。はい、3つとも OK。よし、これで止まったな。んでやねん。いや、なんで俺のせい、完璧やったじゃないですか。そして寂しいですけど、名車再生2号機としてね、お前やんな。一回カカオドライブ行きましたよね、ちょっとガソリン持ってる頃に。いや、取りに行った時な。いや、カカオ乗せてね、お前。いや、いい思い出やって、大好きな車やったんですけど、